近鉄12,400系電車。近鉄12,400系電車。近鉄12,400系電車は、近畿日本鉄道、近鉄の特急系車両。本校では、12,410系電車、12,410系電車及び12,600系電車、12,600系電車についても記す。三系列とも、電算記号は、 nn である。12400K は、nn01nn03 12,、12410K は、nn11nn15、12600K は、nn51nn52 となる。解説の便宜上、本校では、大阪上本町駅、大阪南馬駅側の先頭車の車両番号、回、フォーメーションイコール編成の略を、編成名として記述する、例。 もう12,401以下4両編成イコール12,401回。1966年から1967年にかけて登場した1万8 2 0 0系や1 2 0 0 0で採用されたメガバイトマイナス3 1 2 7系1 8 0キロワットモーターと車体直結ダイヤフラム式空気バネ台車を継承した汎用特急車で 三系列を合わせて1977年から1986年にかけて40両が製造されている。これらの三系列は客室に全体を太陽のように明るいイメージとなるように白とオレンジ系の色調を採用して、これをサニートーン、サニー、日当たり良好、陽気の意味と称した。そのためサニーカーの愛称がついたという。 本系列の愛称であるサニーカーの名称は鉄道アナリストの川島慶造が命名したとされ当初は近鉄では正式な名称として認めていなかったというその後近鉄でも使用するようになった1983年に発行されたカラーブックス近鉄 E 保育者の著者で製造メーカーである近畿車両の技術者であった鹿島正美は12,400系については サニーカーと記しているが、12,410系については、最新エースカー、12,600系電車は、最新エースカー E と同書に記している。サニーカーと称するのは、この12,400系電車と派生系列である12,410系電車及び12,600系電車が、該当し、呼ばれることは少ないが、製造年代が同じである1 6六1 0 軽電車を含むこともある。なお、16,010系は12,410系の狂気版である。1100系、全18編成が老朽化のために順次廃車されることが決定し、3両編成4編成が1977年に廃車されたが、その廃車分の代替目的として登場した4両編成の汎用特急車が12,400系である。 当初は一万二千二百系、一万二千二百五十七回から一万二千二百五十九回として製作される予定だったが、途中から直進型特急車両三万系の構想が割り込んだため、正面塗り分けや屋上、インテリアなど随所で設計変更を実施した。このため、監督官庁より変更点が多すぎるので、形式称号の変更を行うように指導が、 あり別形式となった経緯がある。春工日は1977年12月21日で12,200系として届け出されたが、翌22日付で形式称号変更届が提出されて12,400系となった。このため、書類上12,200系と名乗っていたのは1日だけであった。 一般的には 12,400K で確立されたデザインが3万 K に受け継がれたという解釈がルフされているが厳密には3万 K の構想が先にあって 12,200K の装備車に構想内容が反映されたという解釈が正しい。このため3万 K においては両戦闘車は 12,400K で先行して開発されたデザインをほぼ踏襲し、 設計の重点はもっぱら中間2階建て車両に置かれることになった。造備は工実の12,410系に移行され、3編成12両の小世帯に留まった。1978年鉄道友の会、ブルーリボン賞を受賞した。12,200系を基本としながらも、細部で形状変更された。前頭部は、種別標識等と一体になった行き先表示器を分離。 貫通扉中央に設し、自動幕式とした上で、特急マークも行き先表示器と一体のデザインとなった。種別標識等は横長の角型となったが、等数は12,200系と同一で、微等1等、標識等2等の合わせて3等式である。この形状の等具は、堺地直波制御の一般車や12,200系、更新車にも採された。 窓状の形状はやや平坦化し、それに合わせて、全消灯形状も変更された。貫通扉上には、扉と同一面の張り出しが設けられた。貫通扉は12,200系と同様で、ほろ隠しカバーを装備した観音開き式である。塗り分けは12,200系と大きく異なり、コント層の割合が減少し、行き先表示器の上下に収まる横長の帯が入る。 見つけとなった。また、12,200系の電動戦闘車には、設置されていた連結アダプター箱、芝田式自動連結機を備える、旧性能車との緊急時における、連結のための簡易連結機を収納する箱については、廃車もしくは、四線区への転用によって、旧性能車が大きく減少したこともあり、本形式以降の車両においては廃止された。側面では、 乗務員室扉の窓サイズがコント層に合わせて上下に短くなったほか、さ12,550系の男性用トイレのスリガラス窓は小型サイズとなった。統計列は当初から4両編成として計画されたため、12,200系と異なって乗降扉の適正な配置を行った。具体的にはさ12,120型では、 伊勢よりに設置されていた扉万二12,550型では省略されて定員が明増化している。12,400系はあくまでも12,200系の増備車であるため、信頼性のある床下機器関係では、消臭性に留められた。性能面では12,200系に引き続き、三菱電機製の出力 180kW の種、電動機が採用され、33。 パワービル上り勾配においても、近郊速度百キ 100km を確保している。台車は、電動車は、近畿車両性 KD-71F を、付随車は近畿車両性 KD-71G を採用した。改良内容は、空気バネのパンク時の警報装置が新開発の検知装置になったことである。電動発電機と、 空気圧縮機は12200系と同様の機種が2両に1台ずつ、付随車に搭載される。C-1000 系電動空気圧縮機の採用は、特急車としては、当該系列をもって、最後となり、3万系以後は、C、C-2000 型に変更された。両戦闘車の正面床下,下には、当初、1 1 0 0系との並結も考慮して、 ジャンパ戦時が装備されていたが、用途がなかったために後に撤去されている。屋上機器関係では、東芝製の4500キロカロリー H の冷房装置を1両につき6台取り付け、その他にロス内換気装置を各社に台ずつ設置して、これを連続した一体のクーラー規せに収めた、従来は分散のクーラー規せ。終電装置は、 12200系と同一の東洋、電気製造 PT-4203、改良系パンタグラフを MC、M 社に各社に台ずつ搭載するが、近鉄特急の申請者として、両系パンタグラフを採用するのは、当該系列が最後となった、本系列では、近鉄特急車として、初めてトイレ、洗面室を併設しない出入台にもデッキを設けた。 このため客室と出入台はすべて仕切り扉で分離され居住性が向上した。座席は12200系と同様の変身回転式簡易、リクライニングシートを採用し、モケットはマロンレッド、オレンジ系の色調のリーズドをストライプとした。他、灰皿の大型化も図られた。シートピッチは12200系と同一の 980mm で、 化粧版は12000系以降の木目調から、明るいパールカラーの網代模様、網目模様となり、カーテンはオレンジ系のロイヤルライン、床材はそれまでのタイル張りの市松模様を改め、ディープブラウンをベースとして、摩耗の多い通路中央部には、ベージュのストライプを3本入れて、通路部分のみの張り替えを容易にした、後に内装の色は、在来車にも波及。荷棚は、 12200系までの網式からアルミ、押し出し材式に変更となり、表面に化粧板と同じ色のプラスチックシートを貼って、客室全体の色調を統一した。冷房装置の吹き出し口の形状は、連続スリット式に変更され、それに伴って照明カバーの形状はそれまでの逆三角形式を、改め、吹き出し口パネルの断面に沿うフラットな形状に変わった。 車内放送用スピーカーはスリット内にビルトインされている。また、このパネル表面には、冷暖房の運転モードを切り替える、押しボタンが内蔵されている。デッキと客室の仕切りには、奈良大和寺、長谷寺のボタン、奈良幸福寺の五重塔、奈良の鹿、吉野の桜、伊勢島、伊勢神宮内空正殿、大王崎灯台、浜湯のイラストがプリントされている。 デッキとの仕切りドアは、ブロンズカラーの全面強化ガラスとなり、焦げ茶色の横縞模様を入れた。トイレは12200系では、和式と洋式の組み合わせであったが、当時は利用の少なかった洋式をやめて、和式と男性用小便器の組み合わせに変更した。洗面所はデッキに設けられ、そのデザインは12200系と同一とされた。また、 デッキには引き出し式のビニールクロス張りの補助座席、二人係を設置した。車内販売準備室はも12,450型に設けられ、統計列より、給湯装置が設けられた。また、デッキ上高扉付近の床は、折りとか範囲の床色を変えて、注意を促している。MT 比に M2T の4両編成で、 大阪側からも12,400型からさ12,550型からも12,450型から91,2500型で蘇生される。1997年から1998年にかけて車体更新工事が施行された。内容は室内化粧板をグレー等に変更。 座席も決闘1991年以降の12,200系車体更新車と同様の色の模様が入った。ピンク系に変更。客室照明グローブの取り替え。客室時切り部に LED 式号車番号。禁煙表示器の設置。車外。客室扉付近の号車番号表示の LED 化、和式トイレの様式化、処理方式を真空式に変更。トイレ。 車半準備室のすりガラス窓を埋める等の内容である。しかし、12,200系の車体更新で採用された間接照明は省略された。2009年7月から2010年5月にかけて、全編成の B 更新工事が施行され、連結面転落防止ホラの設置、上高口の雨戸い取り付けと扉が同範囲の床面交換が施行された。B 更新と前後して、 全編成に行き先表示器の LED 化と新型 ATS 設置、デッドマン装置更新工事も施行された。座席は、モケットの新品交換のみで更新後も12,200系の B 更新。2006年以降の B 更新で、採用れたバケットシートには交換されず、従来の変身回転式間 E 型リクライニングシートのままで、ある。もう12,450系の車内。 販売準備室は損除された。2015年7月から2016年3月にかけて本形式の912,500型に喫煙室設置工事が行われている。喫煙室設置により、側面の LED 行き先表示器が車体中央寄りに移設され、喫煙室の反対側の部分は窓が埋められている。近鉄では22,000系の車体更新を皮切りに、 2016年以降に保有する汎用特急車両の塗装変更を発表しているため、本形式でも塗装変更の対象とされている。1988年から時速 120km 運転対応工事が施行された。製造時に非形式を搭載していた12,401回12,403回のパンタグラフは、後に下枠交差型に交換されている。 1979年から4度、昭和天皇が利用された際には本系列が選定され、最12,551系の車内を改装して、御座所を設置、お召し列車に仕立てた。当系列の最初のお召し列車は1979年12月3日と5日の京都駅近鉄奈良駅間の往復運転であった。この時は近鉄としては4年ぶりの運行であったため、 小座所のソファが新調された。先頭車の行き先表示は、従来は臨時を表示したが、統計列より白幕となった。平成以降のおし列車には、特別車両が連結されている2万1000系、2万3000系、2万1020系、5万系などが使用されている。当初は高安県尺に配置されたが、2018年4月現在は、 明星検索に配置されている。また、1988年に2万1000系が営業運転を開始する前は、後述する1万2410系同様に当時、利用客が増加していた、名阪特急、ノンストップにも運用されていた。1980年に登場、前述の1万2400系を3両編成仕様に変更し、名阪高特急、 ノンストップ用として制作された。東海道新幹線に利用客が流出し、12,200系二両編成での運行が向上化していた、名阪ノントップ系統も、日本国有鉄道、国鉄の運賃、料金値上げの影響などでこの時期には利用者が増え、三両編成分の乗車定員が必要になってきたからである。また、将来の四両編成化も考慮して設計された。 前面は、特急表示券に行き先表示器の形状、標識等、微等を3万系と同一品に変更した。主電動機は1万2400系と同一の三菱、電気製メガバイト -3127A、出力 180kW4 個を採用したが、台車は3万系に準じて、新設計の近畿車両製系 D-83 系を採用し、 電動車は KD-83 を、制御車は KD-83B を装着する。電動発電機と空気圧縮機は12,400系の仕様を、踏襲せず、3万系と同一品、日立製作所 HG-634R と三菱電機 C-2000 系を採用した。12,400系は12,200系の システムを踏襲したため、一機に月に両分を賄うが、当該系列は3万系と同じく一機で4、両分を賄う。両機とも912,510型に一括、搭載した。なお、1981年に増備された第五、編成は4両編成で落成し、MC、M 社にはパンタグラフが、それぞれ2機搭載された。 補機類の搭載がない差12,560型は、重心の上昇が懸念されたため、本来、屋根上に6機のユニットクーラーを取り付けるところを、当該車両は2機のみ、ロス内も搭載都市、他は3万系中間車と同一品のユニットクーラーを床下に取り付けた。このため、床下全体をダクトが覆い、得意な外観となった。また、台車を、 KD-83B に変更した。終電装置は PT-4811AM 下枠、交差型パンタグラフに変更されている。パンタグラフは電動車同士で隣り合うため、MC、M 車の伊勢より大阪発着基準に各一機搭載とした。なお、将来 T 車を加えた4両編成にする計画があったため、 それぞれもう一機増設できるようにしていた。客室は大筋では12,400系のデザインを踏襲しているが、妻部壁面の伊勢島、奈良大和寺のイラストを省略した代わりに、社内広告枠が設けられた。また、妻壁は縁のないレザー調の化粧板となった。最一千2 5 6 0型は、ユニットクーラーを床下に搭載した、関係上、 冷風をダクトを介して天井に送る必要から窓柱に風道を通した。このためすべての窓柱が他社と比べて厚くなっている。また、この付近の側壁にリターン、風道製風板が設けられた。トイレ、洗面室は MC、M 社に、車半基地は M 社に設置された。トイレは和式のみとして男子雇用は省略された。洗面台は トイレの向かいに設けられ、この点、12,400系と異なり独立性の強い空間となった。現行の編成は12,400系と同様に、MT 比に M2T の4両編成で、大阪側からも12,410型から差12,560、12, 型からも12,460型から空12,510型で蘇生される。 第5編成に合わせて、1983年7月には、T 車載12,560型が4両、製造され、第1第4編成に組み込まれ、全編成が4両化された。4両化の際、12,411回から12,414回は、パンタグラフを増設する予定であったが、MTM 間に母船を引き通した。そのため、 パンタグラフ増設は行わず、1編成2機のままとした。また12,415回も、製造時より、母船は設置されていたが使用されていなかった。12,411回から12,414回の4両下と、同時に母船を有効とし、MC、M 社のパンタグラフを1機ずつ取り外し、12,411回から12,414回と、 外見上の差をなくしている。なお、12,411回から12,414回では、T 車挿入の翌年、1984年1月、終電装置間隔の問題からも12,460系の伊勢よりのパンタグラフを、大阪よりに移設し、もう12,410系のパンタグラフとの間隔を、縮小した。 2000年から2002年にかけて12,400系と同内容の車体更新工事が行われ、2002年に更新された12,415回の前面行き先表示器は白字幕から22,000系と同一の赤字幕に変更され、側面行き先表示器の字幕は雪から表示のものに交換された。ただし、12,400系と同様に、 間接照明は全編成設置されていない。2015年10月から2017年6月にかけて全車両が高安研修センターにて本形式の2回目の車体更新工事が行われた。更新により内外総材の張り替え、 1 12,510型への喫煙室設置と12,411回、12,412回については喫煙室設置に伴う号車表示器や側面方向膜の移設、12,413回では更新以前の位置、前代車のボルスターアンカー部分への溶断パ取り付け、行われており、乗務員室扉は2万1000系以降の特急車と同じタイプに交換されている。 全小灯と微灯は交換されておらず、微リ更新以前のものが踏襲されている。12,400系と同様2,988年から時速 120km 運転対応工事が施行された。2008年以降、12,415回以外の4編成は行き先表示器を白字幕から LED 式に交換され、全編成に転落防止ホロの設置と、 新型 ATS 設置、デッドマン装置更新工事が行われた。近鉄では22000系の車体更新を皮切りに、2016年以降に保有する汎用特急車両の塗装変更を発表しているため、本形式でも塗装変更の対象とされているが、2016年5月に出場した12413回を皮切りに、本系列においても、 車体塗装が順次変更されている。塗り分けは22000系更新車に準じているが、22000系で新規にデザインされた愛称や、車両形式名を走ったロゴマークは本形式においては省略された。1980年7月9日に竣工し、同月より、名阪特急にて運用開始された。かつては、高安県尺に配置され、 2014年まで全車が東花園検築に配置されていたが、2018年4月現在は2カ所に分割して配置されており、12,411回から12,414回は東花園検築に、12,415回は富吉検築に配置されている登場時は主に名阪ノンストップ特急に使用されていたが、 1988年に2万1000系による、名販ノンストップ特急の運用が、被されたことに伴って、現在の運行形態になっている。1982年に登場した1万2410系の改良型である、京都、柏原線の吊り掛け駆動式特急車1万8000系の廃車代替として登場した。1万2410系と異なり、 最初から4両編成として製作されたため新形式となった。製造は2編成8両にとどまり、以後の車両デザインは21000系、アーバンライナーをベースとしたため、12600系は車両デザインにおいて1100系や12000系を基本とする最後の特急車となった。また、その後の汎用特急車は22000系にモデルチェンジされた。 主電動機、台車は12,410系の使用を引き続き採用している。補機類は電動発電機が空12,700系、空気圧縮機がさ12,750型に、それぞれ4両分が賄える容量のものが1台ずつ搭載されている。12,410系からの変更点は、トイレが MC 車から T 車。 サイ12,750系の大阪側設置に変更されたことで、これに伴って和式一室から和式一室、洋式一室ずつの12,200系と同じ部屋数に戻された。また、M 社も12,650系トイレは変わりなく和式のみである。専務台は12,750型は半個室タイプから12,400系と、 同じく上高扉付近に戻され、合わせて洗面所のデザインを一新し、米地に斜めストライプの入った化粧板を曲げ加工の上採用し、柔らかな造形となった。トイレ配置変更に伴い定員も変更された。MC 社はトイレがなくなったことで4名増加の68名、T 社は逆にトイレ新設によって4名減の68名、他2両は変化はない。なお、 編成全体の定員数は12,400系、12,410系、12,600系とも264名である。編成全体の重量バランスを考慮し、12,410系では空12,510型に一括、搭載されていた、補給類を、当該系列では、T 社に分散した C-2000M 型原動空気圧縮機等。また、 MC 社 M 社の電線用紙抵抗機も T、TC 社に移した。また、一万二千四百十 k では、T 社の重心上昇の懸念から、ユニットクーラーを床下設置としていたものを、屋上設置に変えた。その他、乗務員室の環境改善のために、奥行きが拡大され、それに伴い乗務員扉の位置が一万二千四百十 k と比較して 60mm 客室側に、 移動した。この拡大変更は三万系の最終増備車三万二百十五回にも適用されている。MT 比に M2T の四両編成で、大阪側からも一万二千六百型からさ一万二千七百五十型からも一万二千六百五十型から空一万二千七百型で蘇生される。九百八十六年に一万二千六百二回が増備されたが、 12601回の製造から3年半を経過していることから部分的な改良が実施された。まずパンタグラフが4機搭載から MG 車、M 車に各1機ずつ編成全体で2機の搭載に変更された。また3万系の最終増備車3215回と同様にトイレ、洗面所部分の窓が省略された。車内についても改良が実施され、 座席のリクライニング機構が3215回と同様に二大会式からフリーストップ式に改められたほか客室時切り自動ドアの開閉機能を従来のマットスイッチ方式から光スイッチ方式に改めているまた床の清掃性向上と腐食防止のために床式物をコーナーで R に巻き上げている2002年に12400系 12410系と同内容の車体更新工事が行われ、側面の行き先表示記字幕は行き表記から表記とされ、正面行き先表示記字幕は白字から22000系に順次と赤字に変更れた。客室照明は12400系、12410系と同様に、間接照明は設置されていない。トイレについてはも 12, 系の和式を、 洋式化、最12,750系の洋式は、便器交換、和式は、男性用小便器にそれぞれ変更され、洋式トイレの処理方式はいずれも、真空式に変更した。なお、MC 車と M 車に、パンタグラフ、PT-48 系を、各2機搭載していた12,601回は、車体更新の際に M、MCTM 間に母線を引き通すことにより、 各一機とする改造を受けており、トイレ、洗面所部分の窓を撤去している。2017年からは12,410系と同内容の B 更新工事、2回目の車体更新工事が行われ、2018年4月時点では12,602回が更新工事を完了している。12,400系、12,410系、同様、 1988年に最高速度時速 120km に引き上げられている。2009年から2011年にかけては、新型 ATS 設置、デッドマン装置更新工事、特急車用、スクリーンタイプの転落防止ホロ設置の各工事が実施されている。近鉄では22000系の車体更新を皮切りに、2016年以降に保有する。 汎用特急車両の塗装変更を発表しているため、本形式でも塗装変更の対象とされているが、上記のビリ更新工事の際に12,602回において、車体塗装の変更が実施された。18,000系の置き換え目的で投入されたため、当初は最大事件尺に配置され、軽な軽京特急など、京都線主体に運用されたが、 1990年3月以降は、富吉検築に配置され、2018年4月現在も、富吉検築に配置されている。登場時から12000系、12200系や18400系、3万系ビスタカーと並結した6.8行編成で運用されているが、1994年以降は22000系との並結。 2009年4月以降は22,600系との並結も多く運転されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。